はアメリカ合衆国のプロレスラー。テキサス州エルパソ出身のメキシコ系アメリカ人。インコグニートのリングネームでティネアローといった団体で活動していることで知られている。WWE に新からのリングネームで所属していた。1996年にテキサス州エルパソのバージ高校を卒業。高校卒業と同時にプロレスラーとしてのキャリアを 開始するが、家族の都合により家を転々とし、家業を手伝うこともあって、トレーニングや試合をまともにすることができなかった。家業が落ち着き、2000年にミスティコというリングネームを与えられる。CMLL などで活躍したミスティコの原型であり、ギミック上でも現在のミスティコと遜色ない設定であった。2004年、ワウィにて行われた、ワウィミドル級王座に挑戦。 シコシスから王座をダッシュした。同年、CMLL のアストロボーイが、リングネームをミスティコに変更したため、2005年から、ミスティコデフアレス、または M、アイスティーコの、I を、Y に変えた、ミスティコへと区別するようになった。インコグニート時代それまでは、メキシコのインディ団体を回っていたが、前日の活躍を認められてトリプル a に入団。2005年まで活動。その後、 アメリカとメキシコの境界に住んでいたこと、英語を話せるという利点からアメリカで活動することを決める。2006年、ティネに参戦。リングネームをインコグニートに変更。ワールド X カップトーナメントでチームメキシコに参加したり、シコデリコジュニアとタッグを組んで NWA 世界、タッグチーム王座決定戦で決勝進出の活躍を見せた。2007年に力参戦。 各団体のレスラー3人組32チームが王座を争うトーナメントキング・オブ・トリオでエル・パンテーラとリンス・ドラドと組んで優勝を飾ったその他 NWA メキシコやローなどにも参戦2009年12月14日に WWE のトライアウトに参加素顔のホルヘアリアスで挑み翌12月15日に最終テストとして ECW のテレビマッチで フリオ・クルーズとタッグを組み、ケイレン・クロフトトレント・バレッタと試合をした。ジョバーとしての役目だったが合格、契約を勝ち取った。2010年から FCW にて活動。リングネームをインコグニートからフニコへと変更。エピコとタッグチーム、ロス・アビアドアースを結成し、FCW フロリダタッグチーム王座を獲得。フニコ時代2011年。 FCW でトレーニングを継続していたが、7月にシンカラが禁止薬物を摂取していたことが明らかになり、ウェルネスポリシーに違反したとして30日の禁止処分となった。そのため8月よりシンカラの代行としてスマックダウンに登場。シンカラの代役を務め上げ、上層部からの信頼を深めた。その後ヒールとなり、シンカラネグロとして活動。 近親処分が明けて復帰したシンカラがベビーのシンカラアズールとなり10月から抗争を展開メキシコでマスカラコントラマスカラ戦を行って破れマスクを取られた素顔になってからはリングネームをフニコに戻し11月より WWE に昇格したエピコと結託してシンカラとの抗争が続くかと思われたが PPV である サバイバーシリーズでシンカラが重傷を負い、長期欠場となったためトンザエピコはプリモとタッグを組むことになり、フニコは12月よりカマーチョを相棒として活動している。テッドデビアスと抗争したり、タッグ戦などに出場していたが、徐々にスーパースターズや NXT レスリングでの出場があるになった。6月、負傷により欠場するが NXT にて、 カマーチョが試合に参加した際に、実況にて、リング外での不祥事が原因とコメントされている。また、カマーチョ自身もその後にマイクパフォーマンスで、メキシコで足止めを食らっているフニコンを救うのに金がいる、と語っている。2013年4月、レッスルマニアアクシスにて復帰し、相棒のカマーチョと組んで、エゼケール・ジャクソン吉達ツと対戦するが敗戦した。以降、 WWE ライブを中心に出場し、11月5日のスーパースターズにてテレビショーに復帰。カマーチョとのタッグでウーソズと対戦するが敗戦した。11月より NXT にてジアセンションと抗争を開始。12月2日、RAW にて再び新ンカラとなって登場。アルベルト・デルリオと対戦して勝利した。以降、イグナシオ・アルビルデに入れ替わって、 本格的に、シンカラとして活動するようになり、カーティス・アクセル、ドリュー・マッキンタイヤから連勝した。2014年1月7日、スマックダウンにてレイ・ミステリオ・ロス・スマタドールズと組んで、ライブ・アクセル・アリアル・アメリカンズと8人制、タッグマッチで対戦して勝利した。翌8日には NXT にて、 国子としてカマーチョとのタッグでジアセンションとトルネードタッグマッチによる決着戦が行われたが敗戦し、構想は終了となった。同月 NXT でも新カラとして出場するようになり、2月5日の NXT ではアレクサンダー・ルセフと対戦するも圧倒されてしまい、敗戦した。NXT ではカリストとのタッグで活動。 8月より開始された NXT タッグオーザ挑戦権争奪トーナメントに出場し、決勝まで進出。9月4日、決勝戦にて、ボードビラインズと対戦して勝利して、優勝を飾った。9月11日、テイクオーバーフェータル4上にて、NXT タッグオーザを保持する、ジアセンションに挑戦して勝利し、ベルトをダッシュした。 試合後にタックネームをルチャドラゴンズにすることを発表した。12月11日、テイクオーバー、R エボリューションにて、ボードビラインズとタック王座戦を行い勝利し、ベルトを防衛した。2015年3月30日、カリストと共に WWE へ最小格を果たす。しかし、2018年7月まではコンスタントに出場機会があったものの、8月は、 ライブショー2試合への出場に止まり、対談要請などの問題もあり9月以降は、出場機会のない状態が続いた。しかしこの対談要請は、WWE 側がへのスーパースターの流出を恐れていたために結局は認められることはなかった。しかし、なおも対談要請を続けながらも、2019年6月7日に、サウジアラビアのメッカで開催された。 WWE スーパーシュオダウン2019で一旦復帰をする。しかし2019年の六月の試合出場はこの一試合のみで翌七月と翌八月は対談要請の影響からか出場機会はなかった。再度の対談要請も絵絡みで認められることはなく2019年九月二十七日にテキサス州エルパソで開催されたライブショーで本格復帰し、 この月は3日連続でライブショーに出場した。翌10月には RAW に復帰して2試合、サウジアラビアのリアドで開催された WWE クラウンジェエル2019にも出場している。2019年11月には WWE のヨーロッパツアーに帯同し、ライブショー6試合、テレビテーピング1試合をこなしている。また、アメリカでも1試合に出場している。しかし、 かねて寄り出していた対談要請が認められ、2019年12月8日に WWE から対談することが発表され、同時に2020年3月7日までの協業機引き定が適用された。WWE を対談して6日後の2019年12月14日に開催されたトリプル A ゲラデティトネス2019の第5試合後の乱当時に、 WWE 時代と同じマスクとコスチューム、リングネームで登場し、バガーノを救出している。その際、2020年にトリプル a に登場することが本人の口から宣言される。新からのリングネーム及びマスクやコスチュームは、WWE が所有するパテントであるため、トリプル a 本格復帰に当たり支障である。 新オロの名を受け継ぎ二代目として活動することとなり、2020年4月19日のトリプル A 工業において新オロ名義で初めての試合を行った。現在使われているフィニッシャー。ハイアングル戦闘オンボムアシオンのアザカとメミステシスやマルフジ制度が使うものと同型だが、フニコの場合はエプロンに対比して走り込んできた相手にコーナー越しに放つ。 wwew, カリストイ CWW, エピコチカラ W, エルパンテーラリンスドラドワウィ NCW。ありがとうございます。